8月9日は、グレゴリオ歴で年始から221日目にあたり、年末まで、あと144日ある。ピサのシャト着工。着工時には垂直であった、システィーナ礼拝堂会場。右画像は、ミケランジェロ、最後の審判ロバート・フルトン、蒸気船の思想に成功クリーク戦争、クリーク族が2300万エーカーの土地を、 アメリカ合衆国に割上大戦事件、プリンス・オブ・ウェールズ・ウェデ、大西洋会談始まるインドをされ運動で、ガンディー・ネルーラ逮捕。画像は、バンガロールでのピケ、長崎市への原始爆弾投下ニクソンの辞任を受け、ジェラルド・フォード、アメリカ合衆国大統領に就任日本の国旗国家法成立。君がよを聞く1930年の演奏随筆化。 アイザック・ウォルトン誕生。詩人・ジョン・ドライデン誕生。教育学者、ヨハン・クリストフ・グーツムーツ。学校教育に、体系的に体操を取り入れた、物理学者、科学者、アメデオ・アボガドロ司会士、ウィリアム・ティー・ジー・モートン。エーテル・マスイオ、発明心理学者、ジャンピアジェ誕生。ローマ皇帝、ワレンスト・ローマ帝国初の女帝、エーレーネーボツカ人ジャクレン画家。 ヒエロニムス・ボス・ボツ。右画像は、快楽の素の生物学者、エルンスト・ヘッケル・ボツ。右画像は、生物の驚異的な形のヘッケル自身による、エッチ理学者、生物学者、フリードリ・ヒラッツェル作曲家、ルッジェロ・レオン・カバロ・ボツ。同化師より、衣装をつけろを聞く数学者、ジョン・チャールズ・フィールズ・ボツ。フィールズ賞を、提唱物理学者、ジェームズ・バン・アレン・ボツ。 バンアレン隊を発見チャールズ・マンソンの命令で、シャロン・テイトラ5人が殺害される、作家ヘルマン・ヘッセド・ミートリー・ショスタ・コービチ、平和記念像爆心地の記念日長崎原爆記長崎原爆記念日、原爆殉難者異例平和記念式典ブラジルの、カヤポ族日本のアイヌ世界の先住民の、国際デーシンガポールの一マーライオンシンガポールの、独立記念日、エイリト・シュタイン。 ありがとうございます。